いつもお世話になっております。バイク専門映像クリエイターの青井茂雄でございます。本日は見ての通りすごい快晴、本日は鳥取県の、大山に向かっております。中国地方最高峰の大山をいろいろ観光してこようと思っております。それでは行ってみましょう。平日の真っ昼間というか早朝になぜか渋滞、これはどうしたんでしょうか。こんな時間に渋滞ができるっていうことは事故かな。さて大山に近づいてきたと思われます。結構つづら折りのような道に入ってきましたね。ここまでのルートですが非常に綺麗で気持ちのいい、走っていて最高のルートをずっと走ってきました。ただただこのように動画にすると、あんまり道は気持ちいいし景色も綺麗だけど、特段うわすごいって感動できるほどめちゃくちゃ綺麗なわけでもなくという、ただ普通に走ってて気持ちいいだけですございましたので、ここまで一気に映像は割愛させていただきます。そしてここからは大山エリアに向かっていくはず。このルートで来ること自体が初めてなので確実なところは言えませんが、ここを登っていきますと、お普通のまっすぐの道に出ましたね。それではまた引き続き進めていきましょう。橋が来ましたね。この橋を渡って蒜山大山スカイラインというところに入ってくるみたいですね。道が綺麗なような気がします。さっき一瞬大山が見えたんですけど雲に覆われちゃいました。おでも今向かっているのはあの辺りですね。お大山があれでしょうね、ちょっと見えてます。夏の大山すごい。おでは行ってみましょう。何がここからは景色の良いルートと教えてくれました。ちょっと楽しみながら行ってみましょう。お目の前に大山が、ただなんかちょっと雲行き悪くないかな、大丈夫なんだろうか。ただ温度もすごく涼しくて気持ちよくなりましたね。道はすごい気持ちがいいです。コーナーがいい感じに入ってきて、おあの奥のイボイボの山と、大昔にハーレーで大山に来たことがあるんですよね。それ冬だったんですが、冬に来た時は結構こうなんかこの景色もすごく寒々しくなっていろいろ大変だったような思い出があるのですが、夏に来ると本当にこのどんどん標高が高まって涼しくなってくる様がですね、めちゃくちゃ気持ちがいいんですよね。結構田舎の方の道走りながらもかなり暑かったです。今までは生い茂る緑、そして迫り来るコーナー、さっきまであんなにカンカン照りだったのに、この曇ってくる様子、なんか多分今が標高が高いんだろうなっていうのを認識させてくれます。取り急ぎまずは展望台がある休憩地点、駐車場を目指しております。わあだいぶ涼しい。ここまでだいぶ涼しく
どん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 涼しくなってきて、このくらいで、快適っていうぐらいです。つまり今まではかなり暑かったです。休憩所に到着です。鍵かけ峠でした。遠くに大山をものすごく綺麗に見ることができる展望台ですね。ただ大山の山頂は雲に覆われています。まああれだけ晴れていたのに大山まで登るとやっぱり雲はかかっているというような感じですね。ただ雄大な自然とこのゴツゴツと湧き出している岩肌、大山は中国地方で一番高い山、西日本では石鎚山に次いで2番目に高い山だそうです。こんな大山の雄大な麓をこのまま今ずっと走っています。本来はここ、大山環状道路全部一周したかったんですが、さすがにこれ全部回ると、まあネット情報では3時間から半日と書かれてました。来るまでに3時間半かかって帰りにも3時間半かかって、ここで一周回るのに3時間から半日かけていると、ちょっと日帰りとしてはなかなかしんどくなってくると思いますので、今日この環状線一周はやめておきます。今度すごく早起きしてきて、試してみたいなと思います。で今からはお昼ご飯を食べに行きます。おお、景色が一気に晴れて下界がよく見える。右には大山が、大山の先っちょは雲に覆われています。お、ここも大山がよく見える。スキー場ですかね。綺麗な雰囲気のいいところです。これを左のようですね。あ、この先か。これおお、今度は目の前に下界とその先に海。わあ、ここいいな。あれ境港でしょうね。一瞬だけ見えましたね。結構私アクションカムをその都度つけたり消したりすることが多いのですが、今はたまたまずっとつけっぱなしでいいショットが撮れました。うわ、ここすごいな。これはすごいな。素晴らしい。そしてこちらで昼食をとります。大山牧場ミルクの里、大山牧場ミルクの里、行ってみましょう。バイクはこっちのようですね。到着しました。少し標高が下がるだけでものすごく空が晴れ渡りますね。やはりタイが長距離走るとめちゃくちゃいいです。そして後ろには綺麗な大山が、山の上の方はやっぱり雨っぽい雲が立ち上ってますね。いや、今回の旅はパニア一つで、来ましたが十分ですね。撮影一式機材、
余裕ってことになります。大山牧場ミルクの里、このような感じになっています。では昼食を食べに行ってみます。お店に入る前のこの下、景色がすごい広い牧草地帯に、遠くに境港へ入り組んだ湾があります。動画ではうまく再現できているかどうか分かりませんが、あそこが境港の陸の部分と海の部分ですね。すごいロボットが運んできている。これうち、すごい、もう来ました。ステーキ丼、味噌汁もあっていい感じです。大山牧場ミルクの里でした。いや、ステーキ丼美味しかった。非常に美味しくて、楽しかったです。で、程よい具合の、食事の量もちょうどいい具合でしたし、ロケーションも境港を見ながら、食べる、そして、料理の味も最高でした。時間があればもっと、観光牛と触れ合ったりもしたかったのですが、取り急ぎそこまで時間に余裕がないので次に進みます。次はまた大山の田元北道を通って、今度は蒜山高原に行きます。まあ蒜山高原でソフトクリームを食べようと思っているのですが、もっと言うとソフトクリーム食べたいならさっきのところで食べればよかったじゃんという話でもあるのですが、今度は蒜山高原の方にソフトクリームを食べに行ってきます。そして北道を戻るため、さっきの鍵掛け峠をもう一回通るんですが、今度は山頂見えるといいなぁと思っています。ここではリフトで上まで上がれるみたいですね。では、再度逆回りからの大山環状道路、行ってみようと思います。目の前のあのゴツゴツしたあの山もすごいですね。今運転している時点では何という山かわからないんですが、これ動画で編集して出してる頃にはあの字幕どこかに入れておきます。調べて。この辺もさっきまでとはかなり表情の変わった、表情の違う道ですね。山の木がすごく強調されているような、そういう道のように感じます。さて、ここら辺からが新しい、さっきとは違うルートになるのかな。蒜山高原を目指していきます。途中寄ったガソリンスタンドのおじさんが
蒜山高原と大山を結ぶ道がすごく綺麗ということだったので、ちょっと楽しみです。どんどん行ってみましょう。おー、この杉の木かな。本当に杉の木ってピーンと伸びますよね。それがこう幾何学模様的に見えてくるのがなんかすごいですよね。この山の中って日暮らしが鳴いてるんですよね。それがなんか雰囲気がいいですよね。というのも広島市内は日が暮れてもクマゼミとかアブラゼミとかツクツク帽子とか鳴いていてですね、なんか日暮らしが鳴いてると本当に涼しいような気分になれるような気がします。というか涼しいから日暮らしが鳴いてるんだと思いますけど、おー、すごくすごくあの山が綺麗に見える。あれはゴツゴツしていた山なんでしょうか。ただとても気持ちいい道ですね。天気も最高です。この深い緑の平原すごいな。こういうところでちょっとキャンプしたいですね。ここから岡山県に入るみたいです。蒜山高原エリアに来たみたいですね。あー、虫の匂いがすごくする。あー、なんとも穏やかな景色と道ですね。ここかな。蒜山高原ジャージーランド到着です。ここでソフトクリームを食べましょう。蒜山ジャージーランドでした。いや、ソフトクリーム美味しかった。そして少し休憩ができました。さて今からは帰路についていこうと思います。来るときはだいぶ下道一般道を通ってきたんですが、帰りは高速道路たくさん通って帰ろうと思います。はい、というわけで大山および蒜山高原のツーリングでした。今後もこのように、タイガー1200が手に入ったことにより、ちょっと今までは S10RR だったらしんどいかな、ケローだったらちょっと遠いかなっていうようなところも行けるようになりましたので、また面白いツーリングスポットを紹介していこうと思います。それでは今回の動画いかがでしたでしょうか。もし役に立ったな、面白かったなと思っていただけましたら、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけますと幸いです。それでは最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバイ。